こんにちは、パーソナトレーナーのビースト森山です。今回は鈴木さんの新しいパーソナトレーニングジムでベンチプレスを修正していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、今私の課題がですね、本当は今年チャンスあったらボディビルだよと思って93キロから、はい、76グラムで落としてたんですよ。結構落としましたね。結構落としてたんですけど、ちょっと仕事忙しくてもうどうしても間に合わない、もう、そもそもトレーニングができないような状況になってしまったので、まあ、そっちはもう一旦切り替えて、まあ、体重もちょっと戻して1月のベンチベースの全国大会に向けてまた再調整しようということで、はい、またこのベンチですね、頑張っていこうという感じなんですけども、やっぱり体型がガラッと変わってしまったので、なんかベンチのフォームがはまんなくなってきちゃったんですね。はい、これあるあるなんですけど、はい、まあ、骨に対して肉がつくってばつくほど、その肉と肉、例えばこうやってね、フォーム作るときに肉が当たる、うん、なんで詰めることがそこからギュッっていうのが簡単なんですけど、はい、痩せた場合ってスカスカになっちゃうんですよね。そうなんですよ。だから関節同士がはまらないような、そんなイメージ。そうなんですよ。余っちゃうんですよね。そうだから、そこはその細くなったというかね、こう体積が減った分の隙間を埋めていかなきゃいけないっていうのは、なるほど、はい、逆に言うとこう今までよりももう少し大きな動きをしっかり構築していくっていうのが必要になってくると思うので、うん、まあ、それってよく水抜きで減量したりとかで、あとは、まあね、長期的に減量したり、自分もそうだったんですけど、はい、だから66キロ級で69キロから3キロ減らしましたってなると、うん、やっぱり関節位置とかがずれるんで、うん、それでうまくいかないなって、こういう方非常に多いと思います。そこでどうやってそこを詰めていけばいいのかっていうところを、はい、今回お伝えできればと思いますので。嬉しいです、はい、もう私は今後またボディービルとベンチを並行してやっていくんで、多分アベレージの体重が80キロぐらいで多分止めとくことが多くなると思うんで、この80キロベースでも今までの自己ベストをちょっと超えるようにちょっとやっていきたいと思いますね。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今のところのフォームちょっと見させていただいて、はい、じゃあやっていきます。はい、確かに硬いねちょっと初めてですか。初めてかもしれないですね。これはね、衝撃的だと思います。おお、軸はかろうじて合ってるぐらいです。あ、本当ですか。はい、そこは全部ダメですダメですとか言って、で一番最初にこう、はい、マインド切り替えてもらいたいのが、はい、詰めるっていう感覚するじゃないですか、はい、で詰める箇所ってこう脇の下とか、うん、まあ、股関節とか、うん、顎とかそういったところだと思うんですけど、はい、ここを詰めるのあまりにこっちが緩いですよね。この手だったりとか、はい、まあ、足の裏とか、まあ、首の後ろの接地感っていうところが多分ちょっと緩くなっちゃって、こっちを詰めたがゆえに、はいはい、なのでこっちを詰める前にまずこの出口をしっかり合わせましょうって言ってます、はい、なので体の軸をこうやって合わせていく、これ大事なんですけど、はい、それをやった後に手をしっかりはめてあげる、はい、ではめる時に隙間ができやすいところっていうのが、親指側、小指側でいうと必ず小指側なんですよ、うん、もう単純に親指側の方が先に当たってくるので、はい、でそこに対して横にテンションかける、横にテンションかけます。なので順番としてはまず背中詰めますね、はい、手を当てます、横にテンションかけます、横にテンションかけたその力がまた内側に自分の体側に返ってくるような、そんなイメージをしてください、はいはい、なのでここのセットをまず最初ね、いつも通りやってもらって、あとなんかデスクワークで、やっぱ腰が張ってるのは意外とできますね。はい、デスクワーク、あとは首周り調整しなきゃいけないんで、それも後でやりましょう。はいはいはい。なんかもう老体な感じですよね。今の動きをした後に、はい、ここからのこういう回転軸が生まれてるじゃないですか、はい、こういう方向に。
そこをしっかり立てたままのイメージですね。しっかり立てたままで、ちょっとまあもっともっとこう入れてもらうのが OK。で、これで今ここが入りました。で、次に手を合わせていきますね。で、手を合わせた時に、まあ、ピストさんもそうなんですけど、やっぱここの人差し指、親指、中指、この辺りのラインっていうのが、まあ、当たりが強いんですよ。で、そこからじゃあ手をひねっていきますってなると、ここの辺りがもうめちゃくちゃ強い状態で、こっちが浮いてきちゃうんですよ。そうですね。こうやってずれてきちゃう。確かに。はい。なので最初の段階でこっちじゃなくて外軸、まあ外軸というか外を横に張るようにしてテンションをかける。で、テンションをかけたら、このここで感じてる重さっていうのをこっちに返してあげるんです。なるほど。こうだ。はい。そうそうそう。ここに返してあげるんです。で、それでも、あの高さっていうのが揃ってくるので、はいはい、でここがベースで、でここはこの1、2、3、4というふうに書いてきました。でここが軸になって、今度は体を引き寄せて作っていきます。そうです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 。で今度はここが全体が固まって軸になるので、ここからお尻、かかと力が入って、であと骨盤の動きとか肩甲骨の動きとかはほぼ同じような、はい、でこれで側ができました。で最後息を吸うときに、ここに息を吸います。で顎を引いてください。吸いながら、これ頭上げないで、とりあえず鼻から吸ってもらっていいですか。はい、よし。で最後にちょっとこれはピーなんですけど、ケツの穴をキュッて締めてもらって、顎を引いて取ってください。そしたらちゃんと足に乗るので、下ろしてきて、これで隙間がなくなってきます。で、いきます。よいしょ。そうです、そうです、そうです。いいですね、OK です。はい。いやー、なんかですか、あの久しぶりの感覚じゃないですか。久々っすね。ね、ちゃんとここら辺に乗ってきましたね。そうですね。はい、あのこれね、見てるからどこまで触るか分かんないですけども、ほんと水彩見てもらうとバシーンってくるんですよね。バシーンって固まるんですよね、ちゃんと。はい、やっぱこう、まあいろんなパターンがあるんですけど、やっぱりこう順番をこう作っていくとパターンはね、分かりやすいですよね。これがそのお肉がいっぱいあったりとか、呼吸をしっかりできるようないい状態の時って、割ともうパパッと勝手に決まっちゃうんですけど、ね、隙間がなくなったりとか、今疲れてるっていう時は一個一個ちゃんと順番でやらなきゃいけないです。なるほど、はい、やばいな、またやり直しだ。でちょっとその今の感じプラス、はい、まあ、デスクワークで首、肩、腰が疲れてる状態なの で、ね、ちょっとそこもやっていきたいと思います。あ、終わりました。はい、ジムニック、はい、ストレッチスティック、これを使ってコンディションを整えていきます。わかりました。で特に肩甲骨っていうところが、まあ、ベンチプレスでは一番フォーカスされますけど、肩甲骨で動くときは背骨も動いて、頸椎も動いて、骨盤も動いて、体全体のコーディネートができてないとちゃんと動かないですよね。で今腰が痛い、まあ、首がきついっていう状態なので、まあ、これらを使って整えちゃいます。わかりました、はい、お願いします。まずギブニックボール、はい、挟みます。つま先正面に向けます。こういう感じですね。はい、で足踏みをするんですけど、足踏みするときにつま先は離さずにかかとが離れる。そうすると軸足っていうのが、ね、出てきます。この軸足がちゃんとできたところで、このストレッチスティックですね、これを担ぐと。で担いで正面に手のひら向いてる状態から手のひらを下に向けると、この隙間がなくなりますね、この状態。でここから中に実は砂が入ってて、1キロ入ってるんですけど、この砂をシャーって砂の重さを利用してシャー、これ結構あれですよ、私は分かりますよ、見た目以上に結構、はい、きついやつ。骨盤動いてないですもんね。そうなんです、こういかないんですね。そうですよね、はい、でさっきのこの足踏みで骨盤の高さが変わるんで、骨盤の位置が動かなくて済む。なるほど、こんな感じです。はい、はい、でも最初脇腹筋肉痛になります。ですよね、今もうそんな予感バリバリしますね。はい、まず
挟んで、つま先正面ですね。はい、でつま先立ちこうちょこちょこやってこう、はい、片骨そうそうそう、更新するんですよ。硬いっすね、動き。硬いっすね、もうロボコンみたいな感じで。ここの高さを変えるわけですね。全然自分でもおかしいの分かりますね。骨盤が死んでるの分かりますね。完全にあの機能停止してますね。もう完全におかしいんですよ、本当に腰が最近。ここをまっすぐ立ちましょうか、はい、で正面につま先に行ける、正面に行ける、はい、はい、そのつま先立ち、こっちつま先立ちします。こうです。で反対、こうです、はい、もうこれで、はい、きつい。こっちきついですね。いやそうですね。血圧が高いですね。血やばいんですよ。うん、あとね、首全然こっち動かないです、ね。首動かないです。いろいろわかります。いろいろやばいですよ。いろいろやばい。いろいろやばいです。結構いろんなことを解決してくれるんで、はい。でまっすぐ手を伸ばし、こうですか？はい、はい、で。そこから手のひらを下に向けると絡みついてきますね。でここにちょっと重さ感じるようなイメージです。はい、でそのまま倒れていく、どっちからでもいいです。そうですね、この時につま先が右側の、上がるだけ上がる感じ。そうです、はい、で、反対、あーしょ、つながしゃーっていく。こっちの方がやりやすい。そうですね、こっちの方ができますよね。あ、こっち全然できますね、はい、で、反対と。あ、気持ちいい。こっち気持ちくないですね。こっちね、全然気持ちくないです、はい、それもリズムよくする。リズムも死んでます、ね、リズム刻めないんですよね。リズム体操、西さんに来てもらった方がいいです。西さんに共通の知り合いです。そうです、そうです、そうです、うん、結構あれなんですね、これ重さあるから行きやすくて、そう、助けてくれるっていうのがありますね。重さ感じてもらうだけでストレッチが入る。あとこのギムニックボールっていうのがあると、その骨盤のこういう回転っていうのをそこで踏み出してるイメージです。で、ボールがこの膝の間でくるくるくるって回る。なるほど。はい、あ、ちょっと変わりますね。いや、最近本当なんていうんですかね、もう歩くのも結構大変なんですよね、はい、体硬すぎて。前に行きます。はい、これなんかあれですね、映像したらもう解剖されてる人みたいな。ちっちゃい。警察法ってやつ。そうですね。マッサージの方。なるほど。よいしょ。こうやってね、こう手で触れてもらうと、本当に肌は反応しますね。そうですよね。あれは、これだけでもかなりですね。いや、すごいスッキリします。はい、で、次。はい。またこのギムニックボールを、はい、ですね、座った状態で、こんな感じです、はい、挟んでる状態ですね。そうです。で、このまっすぐからちょっとお尻をちょっとだけ入れる、はい、で、頭もちょっとだけ入れる、こんな感じです。で、このボールをこれ、まあ、あの普通のボディです、まあ、これが便利なんでこれでやってますけど、ボールをちょっと後ろに潰しながらバンザイする。あー、なるほどなるほどなるほど、外旋かける感じですね。これだけ。なるほど。こうボールを置くことによって胸椎もぐーっと、胸椎から、まあ、肩甲骨、上腕骨、まあ、首周り、まあ、腰もね、こうセットされてるんで、そこの全てのこうコーディネートを出してあげるために潰しすぎないように、うん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 、丸みを生かした状態でやっていくんですね。で、基本的にこの胸が今出てる状態をボールによって作ってるんですけど、胸前に出てる時って頭とお尻って後ろにあるべきなんですね。うん、それがこういう風になってると、まあ、胸が潰れていると頭とお尻が前に出ちゃう、うん、その状態からうって作ろうとしても、で腰が、ね、動いてくれたり首が動いてくれたりしないで、この状態をボールで作ってる。お、じゃあ本当に S 字作れる感じですね。そうです、 S 字カーブ作った状態で、なんでこれ肩甲骨の間入れちゃうとダメですね。みぞおちの後ろ。なるほど。入れて、まあ、10回ぐらい、ね、こうカジュアルにフーフーってやってあげればいいです。で、これやった状態でバットプールダウンみたいなイメージの動きをシャカシャカってやってください。はい、動かしました。で、お尻が少しだけ、ね、ボールの下に来るようなイメージで、頭が、そうです、
顎を引いてそのままバンザイしていきます。そうですそうです。でバンザイした時に、はい、多分首の横、まあ、耳から胸鎖乳突筋あたりが今多分こわばると思うんで、はい、そこをちょっと感じ取ってやってみてください。その辺からちょっときついですよね。そうですね、はい、でそこきつい場合は肋骨下の方がね硬いのでそこに空気入れるイメージで息吸ってください。そうです。でこれ口呼吸になると詰まるんで鼻から吸いながらどうぞ。そう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 。おお硬い。トレーニングよりきついかもわからないですね、こういうのが。そう、こういう系はきついですよね。うん、地味なやつ。地味なはい、じゃあ10回目上で止めます、はい、で、その壁と頭の隙間に棒を1でそのまま、そう、頭前に出さないでやりたいですね、はい、そのまま。そうです、そうです。そうするとこの辺りとかしんどくなってきますよね。しんどくなってきます。はい、ここを動かしてあげられる。はい、オッケーです。はい、もう一個いきますね。ちょっと違う種目やります。はい、はい、まあ、棒持ってもらって、はい、それで拳1個分、1個半分ぐらいかな。で、肘を閉じる状態で、肘当てます。で、四つん這いみたいなイメージからちょっと足を引いて、この状態からちょっと足引いて足を開き、で、お尻をぐーっと落としていきます。おー、でそれに伴ってこの手が上がってくる感じですね。そして戻るだけ。やっていくうちにどんどん肘開いてくるんで、慣れてきたらめちゃくちゃ肘閉じてやってみてください。これもまた伸びそうですね。伸びます。でお尻が後ろですね。頭とお尻、まあ、肘とお尻の距離がどん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 遠ざかるイメージ。で最後、まあ、5回目ぐらいになったら頭がこの中に入り、この状態で肘を曲げて、へえ、深呼吸します。こんな感じで5回ほど深呼吸していただくとバッチリ背中伸びるんで、はい、はい、やってみてください。わかりました。でもなんか今回恥ずかしいですね。なんか自分の体のバキバキ具合が露見されてくるんで多分こんなに腰動かないと思います。そうです。少し遠くで、そうです、足を少し遠くにしてもらって、肘はちょっと閉じるイメージですね。はい、で手は最初ダランとしてもらっていいので、そこからお尻を引いてきて、どんどん引いて、どんどん引いて、で戻る。もうちょっと足近づけようかな。はい、で少し開きましょう。はい、それでもう一回お尻とかかとを近づけます。そうです、そうです。うん、テンションかかってきますね、はい、そう、肘開いてくるんで、もうちょっと肘手前ぐらいにギリギリ、なんていうんですかね、エッジのところに乗せてもらって、はい、はい、で頭を入れます。肘を曲げます。深呼吸します。吐いて、で吐いたところからあまり上がりすぎないように息吸って、でまた吐いて下がってきます。オッケーです。うわ、オッケーオッケー、めっちゃ伸びた。よし、ベンチやりましょうか。はい、はい、ようやくベンチに帰ってこれましたね。そうです。ちょっともう一回復習しながらじゃあ、はい、行きたいと思います。ビーストさんね、こう両方筋が固まってるっていう腰がきつい状態からよいしょ、もう一度、はい、やっていきたいと思います。
たいと思います。前習い動作で後ろ回転が生まれました。なんで今ここに今軸がある状態ですね、はい、で親指側から小指側の方に、ね、入っていくイメージで、小指側からまた脇の下に伝達が返ってくる。大きく吸った時に肋骨が開くイメージをして、お尻キュッて締めて、そうです、うん、OK です。形としてはだいぶいいんじゃないですかね。いや、なんかだいぶ力が伝わる感じが、思い出した感じがします、はい、あ、これみたいな。で、あとは息を吸うときに、はい、この肋骨のラインあるじゃないですか、健常ときから肋骨のラインがある、はい、ここら辺に、まあ、鼻から吸うと息は入りやすくなってくるんで、鼻から大きく吸って、そうです、そうです、そうです、ここをとにかく開くっていうことが大事なんですよね。なるほど。そうで、肋骨開くときのイメージって、肋骨骨を開くっていうか、骨と骨の間である膜を、あ、なるほど、なんかもう傘とかテントとかをぐーっと開いてくる、そうです、水かきがついてるとしたら水かきがぐーっと開いてくるようなイメージをしてあげると、もう少し入りやすいかもしれないですね。なるほど。で、特に隙間が多いとき、痩せてしまったときなんかはそういったこうテンションがかかるっていうのがなくなっちゃうから、テンションかけるためにどうしようかなっていうのを考えていくといいです。わかりました。はい、まあ、今こうやってフォームをチェックしていただいたんですけども、今後重さを積んだトレーニングってどのぐらいまでやっていいもんですかね。例えばリカバリー途中とかだったら、僕の場合20で3本、60で3本、100で3本みたいな感じで3本ずつ上げていくんですよ、うん、で3本できなくなるな、例えば2本しかできないだろうな次、うん、っていうところの重量で止めて3本ずつやります。ああ、なるほど。じゃあ私だとおそらく135までは確実に3本できるはずなんで、はい、140ぐらいから最近ちょっと怪しいんですね。ええ、コース落ちたというか、やっぱフォームがはまんなくなってあれなんで、じゃあその、まあ、境ぐらいで1回止めて、もう3本がもう、とそこはあれですか、もう5セットでも6セットでもみたいな、10セットでも、はい、もうできるところまでやっていくと、はい、やってもらうと、でそれぐらいの重量帯って割と動きには余裕あるんですよね、うん、まだもう1本できるかなぐらいの。そうですよね、はい。そういう時にこう1セット目の状態、5セット目の状態、8セット目の状態っていうところを見極めていって、どこが良くなってくるかなみたいな。なるほど。あと1セット目の場合は力があるから押せます。で5セット目の場合は動きが良くなってきたから押せます。確かに。で、まあ、8セット目ぐらいになると、その力は落ちてくるけど動きの習熟度が高いからまだ押せますみたいな。でそこの動きの習熟度が高い状態、力がなくなったけど動きで押せてますっていうところがちょうどいいところなんで。なるほど、なるほど。そこら辺の感覚が出るところまではやった方がいいと思います。なるほど、はい、力はね、そこを思い出さないといけないですね。そういうことです、そういうことです。動き、テンション、呼吸とかそういったところ、まあ、ベンチ自体今日多分1ヶ月半ぶりいや、もっとか2ヶ月経っちゃうかなぐらい。いや、その割には、うん、ただちょっとビルディング系でしっかりこう丸みというか、はいはい、厚みなんかは少し出てきたなと思うので、それをちゃんと筋力として、うんうんうん、パワーとして変換できるようにまた頑張っていきたいと思いますね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はいはい、ということで今回は私のこうベンチレスがまさに加工していたんですけども、そこをねまた上向きにするためのコンディショニングですかね、はい、そうですね、まあ、ちょっとしたこう動きが制限されるってよくあることだと思うんですよ。例えば今日なんか噛み合わせ悪いなと か、うんうんうん、なんか頭痛いなとか、はい、目がしょぼしょぼするなって時って大体やっぱりこう首周りやったり張ってる時だし、うん、やっぱり立つのがしんどいとか膝痛いという時は腰が張ってる時なんで、うん、まあ、そういった張りがあったりする時って本当に多いと思うんです、はい、てかむしろない時はない。そうですね、ない時はないんで、ね、まあ、それに対してじゃあどうやって快適にベンチプレスしていこうかなっていう時に、まあ、こうコンディショニング動きっていうところをまずは最初にやってもらって、うん、でそれから、ね、ベンチプレスに入った方が快適だし、やりたいことできるし怪我しないし、
もちろん力も戻ってくるし、うん、というところで重要だというところがお伝えできたらよかったかなと思います。ありがとうございます、はい、特に私ももう35そしてまもなく36になっていくんですけど、年齢を重ねるごとにやっぱりコンディショニングの重要性って増してくると思うんですね。そうなんです、そうなんです。僕もあとね、実は僕9月5日誕生日なんです。で5日誕生日なんであと4日、4日、はい、で38ですから、38、はい、もう20歳ぐらいの時とかね、30代手前って何もしなくてもよかったんですけど、そうですよね、やっぱりこう今頑張ってらっしゃる世代のね、30代40代50代の方っていうのは絶対コンディショニングしないと、いやダメですね、ダメダメですね、やっぱ壊れた状態でいくら頑張っても壊れてるので、そうなんですよ、もうそうなんですよ、どうしようもないですね、はい、今このわずかな時間のコンディショニングでも立ってめちゃくちゃ楽なんですよ。よかったです。血回りもそうですし首も少し動くし、本当ね、さっき動いた時に分かったんですけど、私ロボットみたいな、もうそう、本当ロボットみたいでしたね。骨と骨の間がもう固まってて、はい、全く動かなかったのが今だいぶ楽だったんですね、うんうん、やっぱりこの原因としては立ち仕事多かったりデスクワーク多かったり、まあ、普段やってたトレーニングができなかったりっていうことも大きな要因になると思うんですけども、はい、やっぱりベスト記録ベンチで狙っていくのであれば、やっぱりこういったコンディショニング、はい、普段私の情報でもどちらかというと筋肥大、うん、そして筋力アップっていうところに着目してお話はするんですけれども、それを出すためには絶対コンディショニング、絶対コンディショニング大事になるので、絶対コンディションが悪いと血流も悪くなって栄養も運ばれないってなっちゃいますから、なので、はい、このビデオ結構30代40代の方たくさん見ていますので、ほとんどの方該当すると思いますので、ぜひ今回のやり方まず試してみてください。そして正確にやり方に関しては鈴木さんのパーソナルといえば間違いなく受けれますので、はい、こちら戸越公園駅でしたっけ、戸越公園駅徒歩 10秒台、本当徒歩、はい、間違って通り過ぎると思いますが、すごい手前にありますので、下に、概要欄貼っておりますし、鈴木さんのインスタグラムも貼っておりますので、ぜひですね、このパーソナルトレーニング一度受けに来てください。はい、はい、ということで鈴木さん、またベンチプレス頑張っていきますので、引き続き、引き続き、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、今回もありがとうございました。